海外在住の日系の方からのご祝辞です。ブラジルサンパウロ市エタバ高校2年生宮崎真由さん。両陛下は海外で暮らす日系の方々にも深くお心を寄せてこられました。今年の1月2日天皇陛下皇后陛下にお念願のため朝早く起きて皇居に行きました。天皇陛下と皇后陛下はゆっくりと階段を降りていらっしゃいました。下に降りられた皇后陛下が宮崎真由さんはいらっしゃいますかとおっしゃったとき、私はびっくりしました。思わずはいと答えていました。皇后陛下は私に、日本語は大変ですか、ポルトガル語も頑張っているんですね、嬉しく思います、日本語は漢字も言葉も難しいですけれど頑張ってくださいとおっしゃいました。日本語ってとっても難しいですね、厳しい先生のお叱りを受け日本語は嫌だと思うこともありました。でも漢字は一字一字に意味があり、その漢字を組み合わせるとさらに深い意味の熟語が成り立つことが面白くなってきました。日本語を通して私は思いやりの心、優しさを学ばせていただいています。次に天皇陛下が、夢が叶うよう応援しています、お医者さんになるんでしょとおっしゃいました。突然必ず成功して日本に戻る夢を持ち、幼い娘を残してブラジルに来たひいひいおじいちゃんたち、働いてもどんなに苦労しても大好きだった日本には最後まで帰れず、娘とは行き別れになってしまった話を思い出しました。私の祖先が天皇陛下皇后陛下にお言葉をいただけたのだったら、きっと涙を流して喜んだことでしょう。皇后陛下の温かい握手と天皇陛下の優しい瞳は私たちに勇気と力をくださいました。私はブラジル人です。ブラジルを愛しています。そして日本も私の中でずっと生きています。